こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。Amazon 輸出、ね、サポートをちょっとさせていただいている会員さんの、ご報告を、この今、Amazon 輸出ノウハウ、この Facebook ページの方にアップしてます。全然初心者の方でね、副業でやってて1万ドルオーバーとか、本業でやってる方は5万ドルオーバーとか、いろいろ、サポートさせていただいた結果出てます。しかもね、100人サポートしてね、数人稼いでるとかそういうんじゃなくて、普通に結果報告してる方はですね、もうほぼ皆さん、成果出てます。で、なぜ成果出るかと。日本に住んでて、日本の商品が仕入れられる、ね、日本の高品質な、配送サービスが使えるというのはすごい本当に稼ぎやすい、ことなんですね。ちなみに、私が住んでるオーストラリアの配送サービス、ね、日本だと EMS でアメリカに物を送ると1500円から2400円で 500g 以上1キロの場合はですね、3、4日で届いて追跡ができて、しかもサインがもらえて、日本国内は丁寧に運ばれると。少なくともアメリカまでは無事丁寧に運ばれて届きます。ところがオーストラリア、ね、値段が全然違います。まず、もうざっくりとね、500から1キロってくくりしかないんで、500何十グラムも1キロも一緒。で、しかも値段はね、エクスプレス、これ日本の EMS より遅いです。だけど97ドル、もう約9000円ですね。値段的には5倍。ね、だけど、日本の EMS より遅いと。で、日本の EMS と同じぐらいの値段だと、海便、ね、船で運びますからね、2ヶ月前後かかる、しかも、届いたかどうかわからない、で、トラッキングも受け取りさえもなしと、ね、いうサービスになります。で、普通にね、使い物になるような、トラッキングがついてて、サインはもらえるっていうサービスはもう63ドル、5000円強ですね、日本の3倍ぐらい。だから、普通にオーストラリアのものを送って、アメリカに送って儲けるっていうのはですね、でかい商社規模でね、牛肉とか、あるいはロイヤルゼリーとか、そういうのをね、大量にオーストラリアワインとか送ればなんとかなるんでしょうけど、その辺で売ってるものをね、ちょっと差額あるからって言って送って稼ぐってのは全く不可能です。日本の、高品質な配送サービスと、日本の安い高品質な商品があるから稼ぎやすいということを言えますんでね、オーストラリアと比べるとやっぱり全然日本は稼ぎやすい、あるいは日本ほどこの海外に輸出して稼ぎやすいのはない。なぜなら商品は高品質、さらに配送サービスも高品質と、ね、中国は確かに物は安いけど商品は低品質、配送サービスも低品質ということでね、途中のロスとか、クレームが非常に多いというのを覚悟しなきゃいけないんで、あんまり副業とかね、いう感じでやりにくいです。Amazon 輸出の場合は、日本に住んでる限りは副業でもね、100万ぐらい売り上げて30万儲けるというのは、割と簡単にできますんで、自己流でやったら無理ですけど、私のサポートを受ければ簡単にできますんで、転売で稼ぎたいな、あるいはネットで稼ぎたいなという方は、Amazon 輸出、転売アカデミーのサポートを受けて始めてみてはいかがでしょうか。まずはね、どういうサポートをしているか、どれぐらいの成果で出ているか、どういう考えで、サポートをさせていただいているか、その辺をですね、メルマガに登録して、無料メルマガでチェックしてみてください。日本に住んでいると稼ぎやすいです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。